はい、今日はですね、e o s キス m で、えー、便利なタッチパネルの機能っていうのを説明したいと思います。えー、と僕もね、いろいろこう触っているんですけども、すごくね、このタッチパネルっていうのが直感的に操作できて、すごく操作しやすいなって、ありがたい機能だなっていうふうにもうつくづく感じております。まずね、まあ、何回も、えー、今まで紹介させてもらったんですけども、その、 部分と今からまた新たな部分も踏まえて、えー、説明できたらなというふうに感じて思っております。まあね、えー、っと、動画モードとか、まあで、だけではなくて、まあ、いろいろね、ここのシャッタースピード、えー、F 値、えー、まあ、明るさ調節ももうここで全部できてしまう。F 値ももちろんここで全て こうやって、えー、明るさを調節できます。わざわざね、ここのボタンを操作しなくていいっていうのがすごく出る、えー、メリットで、だと思います。で、またこの撮影のこう、モードも、ここで触れるというのもありますし,し、また、えっ、ー、と、設定のところですね。こういった設定のところも、えっ、ー、と、例えばホワイトバランスはどうやって撮るかとか、まあ、 えっと、ピクチャースタイルはもちろんのこと、まあ、いろいろね、設定できる。今は、えー、と動画モードなんですけども、えっ、ー、と、表示を変えて、ここの Q を押すと、こんなモードにいろいろ撮影が選べます。まあ、ここの下のラインは、えー、とどういったシャッター、えー、撮影で、1枚撮影なのか、それとも高速連続撮影するのか、セルフタイマーで撮るのかとか、さっき、えー、右側はさっきの、えー もものののに対対ししてまままた何対何でで比率のね、えー、撮影すすかとかかとというのとかもできますそうする、まあ、すごくね、それは便利な機能だなっていうふうに、えー、感じております。もう、これはすごくね、欲しいなって、僕的にも、個人的にも思っております。そして、えっ、ー、と、その他にですね、 まああのフォーカス機能もこれで画面タッチで合わすことができます。例えばこうやって、こうやったらこっちに、えー、フォーカス機能が合います。はい。こっちもこうやって、えー、フォーカス機能が合います。はい。そうですね。あとまた、えー、っと、例えば、はい。えー、っと、またね、えー、っと、動画モードにはこうやって撮影して、こう。 あピントを合わすと,、えー、とフォーカスロックがかかってこのカメラを動かしてもここにピントが合ってるっていうのがわかりますでしょうかフォーカスが追いかけ続けてるっていう、ねえー、フォーカスのこの、えー、表示がされておりますこのように、ね、例えばあの運動会の撮影とか自分の子供を見失,った見失うというか分かりにくいなっていう時でもこれでロックかけてること 取れるのかなっていう,ふうに感じておりますすごくね、こういった動画でもこの、えー、こうやって画面タッチを、がすごく使えるなっていうふうに感じております。また、その他にも、まあ、すごいなと思ったのが、まあ、もちろんこの中でもすごく便利だなっていうふうにも思うんですけども、また再生機能、再生機能をこう、えー、今、プレビューモードになってるんですけども、例えば、えー、こうやってやるだけで、 まるでスマホのように再生横にスライドするだけで写真を確認することができますまたすごいなってもう一つすごいのはこれだけではないですこうしてくださいそうするとまたズームができるんですよねすごく便利だと思いませんかまたこうやりすぎたらまたほらちっちゃくなってこういうもう直感的にこの操作できるっていうのが本当に EOSKISM の魅力だなっていうふうに感じております またこうやって、またズームすれて、あ、またピンと合ってるなとか、こういう確認もできますし、すごく便利だなっていうふうに思います。まださっきのね、動画の撮影モードで、えっ、ー、と、説明をしきれてなかったんですけども、えー、もう一つ追記でさせていただきたいんですが、えっ、ー、と、まあ、この動画モードには、えっ、ー、と、タッチドラッグ AF 設定っていうのがあります。 例えば、今、動画で、えっと、ちょっと暗ライでー明るくしますね。こうやって、まあ、例えばさっきの方言うように、こうやって、録画かかるっていう説明をさせてもらいましたよね。それは、まあ、できるんですけど、例えば、こうやって、画面をこう消しました。消したときにも、今、音鳴ってるのがわかるでしょうか。これ、ぜひね、カメラ持ってる方、このカメラで一回試してみてもらいたいんですけども、こうやってね、このファインダーを覗きながら、 えー、この画面をタッチするだけでも、えー、そピントを合わすことが、えー、できますすごくねまた表記がねさっきとこの薄ってる画面とはちょっと違うんですけどもすごくゲームをしてるような感覚で面白いです是非一度やってくださいそして、まあ、このさっきのフォーカスを当てることができますしまたその他にもまた、えー、っとこれねすごくイオスキス M で、えー、優しいというか気の利くなーっていうモード 思っったんですすけどもタッチ利用機っていうのがあります例えば右とかだったら、えー、と今さっき全体だったんですけども右だとかだったら、えー、とこのファインダーを覗きながらねやっぱりねこうやって操作すると,、えー、とやっぱり手が届きにくいとかあると思うんですよねだからここだけで今操作がなってるっていうのが 意味わかかりますでしょうかただ例えばもう画面がここまでっていう設定になってるんですね。ただ例えばもうなかなかね撮影しながらこうやって指がね女性の方とか、えー、もし手が小さい方がいたらやっぱり手がねこっちの方が届きにくいっていう場合はねもうこっち側に行っても向こうなんですこっちから半分は。 でもここだけでえっと左側行ったらもう左で設定できるというかこ,っちここまででえ左の方の一番左のせ、えー、フォーカスにロックをかけることができるとかできるんですよね、えー、ちょっと説明が下手で申し訳ないんですけどもだからそのタッチ領域逆に左の方がいいのかとか右上がいいのかとかここで設定ができるんですね私はすんあの全然 あの全体で問題なかったんで全体を使ってこうフォーカスをかけさせて、えー、当てさせてもらってるんですけどもすごくねそこまでの徹底した気の気配りっていうのがこのイオスキス M は本当にすごいなっていう風に、えー、私自身も感じていますので是非、えーあのー、このタッチパネルも使いこなせればさらにお、あのー、面白い風に撮れるんじゃないかなっていう風に、えー、思っております。 えー、ぜひね、えー、先ほどこの動画をご覧いただいている方は、イオスキス M をこの操作しながら、もう一度僕の動画を見ていただければなというふうに思います。えー、本日は以上です。ありがとうございました。